はい、じゃあ始めます。はい、ではですね、午後からは、別教の信条からお話をしたいと思います。有識では我々の心の細かい働き信条といいますが、まあ、全部で51ございますが、その中の、先ほどはね、変業の信条5つを話しました。次にですね、これ変業の信条とはあらゆる認識のベースになるもの、ね、どんな心でもあっても、ね、いつでもどこでもどんな心とも働くのが変業の信条。これをベースにしてですね、いよいよこの業というもの、最後の死ですよね、意思の意思からこれ業が始まって、ここからね、この別教の信条が説かれて、この別教の信条をこの悟りを開く方向性に向けて5つね、心を、並べられました。で、有識の1つ前のね、心理学ではね、変業の信条5つと別教の信条5つ、これ最初は一緒だったんですね。あの前のこの有識の前のクシャロンという本があるんですけどね、その前の心理学では一緒だったものをね、有識では2つに分けたんです。変業の業と別教の業に分けた。なぜかと言いますと、理由がいくつかございまして、変業の信条の場合はいつでもどこでもね、どんな心とも働くのが変業。別教の場合はね、対象が違うんです。これが一つの大きな理由ね。他にもちょっとあるんだけども、対象が違う、だからね、名前がね、別の境と書きますね。これは特別とか格別、別々、このね、5つの心は対象がそれぞれ違うと。変業の場合はね、どんな対象にもね、大体起こすんです。ところが、まあ、心には必ず対象がございますけども、この別教の場合は対象が決まってるんです。それが変業の信条とは違います。だから別、格別、特別、別々の別ですね。今日はこれ境、対象という意味ですね。特別、格別の対象が違う心の細かい働き、信条は信条法といって、八識の信条、八識の心の王様が所有するもの、ね、八識の心の王様である八識が、所有しているものの働きですね。まあ、信条とは心の細かい心理作用を言います。これが5つございますね。で、これも変業と同じ、変業と同じように全幕関係ございません。我々凡夫はですね、皆さんの気持ち一つでこれを変業の場合も善悪向きね、善悪向きはどちらでもない、皆さんの気持ち一つでね、どんな心にもできる、この別居の信条もね、皆さん5つ皆さんに持ってるんだけども、これを善の方向にも起こせるし、悪の悪い方向にも起こせるし、どちらでもないニュートラルな心でもね、これ起こせるものでございます。で、これ皆さん今日聞いたらね、これをできるだけちょっと思い出してね、良い方向に、善のね、よく生下伝上へということで意識して起こしていかれたらね、人格が向上し、で、心が成長し、菩薩へとね、向かうことができるようになります。だからこれ皆さんにとってね、大事な、思いっきり皆さんの心をね、自分でも気づかなかった心をお釈迦様がね、発見されて皆さんにね、指導なされた内容でございます。では早速ね、見ていきたいと思いますね。別教の信条5つございます。よく生下念上へというね、5つの心がございます。これ自体は善もあれば悪もあれば向き、ニュートラルの、善悪どちらでもない。向きというのはこれね、区別できないという意味で2つに分けられないという意味ですね。向きというのはね、区別ね、2つに分けられない心だから区別と言い、向きと言いますね。記録の木にないと書いてね、区別というのは2つに分けられない、これがニュートラルの心、向きですね。で、まず、順番にいきますが、まず欲の心。有識では普通欲と言ったらね、悪い心ですけどね、仏教では欲そのものは悪じゃないと教えますね。まず欲の正しみを皆さんに申し上げますと、まず最初に諸行の境、欲という心の対象は
諸行だとおっしゃる。これは楽しむところと書きますようにね、欲はやっぱりね、皆さんがね楽しいところに向ける頃です、ね、皆さんが何を楽しみとするかですよね。嫌なところには向けません。欲はやっぱりね楽しいところ、ね、これ書はこれね受け身で楽しいところですね。楽しむところを対象にして起こすのが欲なんです。欲はどんな働きかと言いますとね、獣を生となす。これ生はこれで先ほど言いましたように本質とかね第一義、ね、獣、これ仏教で希望のことを獣と言いますね。日本語の希望はここから来たかもしれません。希望というのはですね、希はこれ、希望の希はこれ、恋願う、望はこれ、望はね望む、獣もしくは希望ね、欲とはイコール希望の意味、獣の意味、恋願い望むという感じね。欲というのはですね、皆さんが恋願う、ね、皆さんが望むことを欲と言いますよね。でそれをどちらに向けるかですよね。仏教ではね、善の欲をね大欲もしくは善法欲とも言いますね。大欲とはこれ、ね、大きな欲とか言って、これはね人々を救いたいね、全ての人を幸せにしたいとかね、そういうのを仏教で大欲と言います、ね、もしくは善法欲、善のもの、善というものに対する欲ね、不正をしたいとかね、相手の幸せを願うとか、皆さんの欲するものでもね、良いもの、ね、善法とは良いもの、これまでのものね、良いものに対する欲、これは善です。皆さんに欲を勧めたい、勧めるとしたらね、大欲かもしくは善法欲ね、こちらを仏教ではお勧めします、ね、皆さんの幸せに直結する、皆さんが幸せになるには大欲か善法欲ね、これは仏法が入りますよ。皆さんが幸せになる物柄、法はこれ物ね、幸せになる物柄を欲する、これが皆さんが幸せになる、ポイントになります。これを楽しみにしてね、対象にして求めていかれたらいいです。欲というのは諸行の境、諸行の境に対して、ね、獣をするをもって生となし、そして、権の絵、ね、まず、この心は恋願い希望するね、これが本質であると。でこの別教の真理自体がね、これもう善という前提で、この言葉でもね、善の方向でもね、これ定義をしてます。本来の別教は善も悪も両方あるんだけどもね、この下の方を見るとね、あの本質はこれ両方ありますけどもね、こっちは完全にね善の方向で語られてます。皆さんが悟りを開く方向でね、具体的な働きね、業といったらこれは第2義、2つ目の意味ね、こっちは本質、こっちは具体的な働きね。欲の具体的な働きは善の方向で語る場合はね、大欲善法欲の意味で言うならば精進の拠り所になると。仏教でこれ権と言ったらね、勤務の勤ですけども、これイコール精進の意味です。精進とはこれね、あの精一杯済むと書いて、この精はね精米の精でね、あの混じり気がないという意味なんですね。清らかな心を表すんです。混じり気がなく進む、ね、精米の精ね、正しい方向に進むのが精進であり、もうこれ精進自体が実はもう善なんですけどね、これイコールね権ね、精進、皆さんが心を清らかにね幸せなる方向の努力、精進とは努力ね、努力の絵、この絵の一字でね、これは拠り所と言いまして、これは原因の意味ですね。精進の原因になると。ただ欲は絶対ね、正しい方向の欲はね精進の原動力、精進の原因はこれ突然精進できない、欲があって精進になるんです。正しい方向に皆さんが欲を起こしたら、これがそのまま精進になります。だから欲と精進はね切り離せない関係ね。正しい方向に欲望を起こしたならば、それが皆さんの精進になって皆さんの幸せに直結していきます、ね、大欲を起こす、全ての人を幸せにしたいという菩提心なんかは大欲ですね。菩提心といったらこれで、生きとし生けるものが幸せでありますようにという心が大欲、菩提心でございます。
これ皆さん起こしたらね、御所の心配はございません、ね、なかなか起こせませんけどね、あのそれほど素晴らしい心が菩提心ですよね。そういう欲を起こしてください、ね、仏教を聞くということも同じですよね。仏教を聞くのは大欲ですね。もちろん自分の救いなんだけどね、それがだんだんね、初めは自分の救いしか考えてませんが、だんだん ね私だけじゃなくてね、みんなも今ご縁のある方みんなで幸せになりたいなという心にね、だんだん変化していきますから。心が成長するとね、俺がの気持ちがちょっと減ってね、みんなで一緒に幸せになりましょう、みんな家族だというね、こういう感覚にだんだんねなってきたらいいですよね。体欲、前方欲で、これは良くないというのは頓欲ね。俺さえ良ければというね、これ頓はこれ執着ね。俺さえ幸せだったらもう周りはどうでもいいというね、人が苦しんでも俺さえ幸せになったらというのがね、だんだん減ってきたらいいですよね。頓欲はこれは貪りの欲、こっちは悪い方です。これを起こす、これ我の拡大だから、我を拡大するとあなたは苦しみますからね、こっちの欲望をね離れて、こっちの欲を起こしていく方向で語られます。皆さんどっちでも起こせますから ね簡単にね、皆さん自由意志で、これ過去にどんな業があってもね、皆さんのね意志でね、これどっちでも選べますから、ね、だから仏法を聞いた人はこっちを選ぶようにされたら幸せになれる。こっちもね簡単に選べますからね。だからここをねしっかり聞いてもらいたい。欲自体に善悪はない、ね、欲が悪になったのが頓欲で、善になったのが体欲もしくは前方欲であると、まあ、この言葉知っておかれたらいいと思いますね、まあ、これが一つ目の、ね、別教の信条でございます。次2番目、生下。これちょっと難しいですけどね、これ優れた理解と書きます。優れた理解ね。でこれで、ね、これ自体がもう実はね、あの善なんです。ただ正しい翻訳はね、消滅だと思いますね。ただ今もこっちになってるんでね、これ悪い方にも使えますけどね、実際はこれ使えない言葉です。意味はね、あの優れた理解でね、これ下脱のこれ下なんです。結構苦しみの解決できた状態。上田さんならよくね、あの優れた理解ということで、このね、正しく理解できたら執着がなくなるというふうに使いますけどね、それももちろん合ってます。これ深い理解を言いますね。物事に対するね、優れた理解ね、対象がね、欠如なんですね。揺るぎないもの、対象はね、もう決定と書いて、もうはっきりしたものね、揺るぎないものに対して間違いなかったと、優れた理解。こっちは善の方ね、悪は消滅なんですね。こう対象がもしね、揺るぎないものでもね、悪いものもありますから。例えばあの、ね、ロシアならばね、ウクライナを占領するとかね、まあ綿密な計画はもうなかった感じもしますけどね、だからああいう前失敗してますけどね、でもテロ計画とかね、悪いことに対する深い理解はね、これ消滅といってね、優れた、これ結はこれ結ぶということで、もう対象と心がしっかりくっついた状態、それがね、悪い方向に向かったらこっちなんですね。これ良い方向にも使ってもいいんだけどね、もう良いのは生下なんです。もう生下はこれね、善にしか使いません。消滅は悪と善両方使います、ね、良い方向に対する深い理解がこっちなんですね。まず欠如はこれね、対象は揺るぎないものに対するね、対して起こす理解ですね。もう優れて結ぶ、優れた理解で、意味はですね、因事するをもって生となし、因転すべからざるをもって業となすと、こういう定義なんですけども、意味はですね、因事とありますから、因果の因に保つなんですね。これ保つと言います。持つ、保つ。ちょうどね、皆さん方仏法を聞いてね、ね、分かりましたというね、頭じゃなくてね、もう体でね、いやその通りですと、こんな感じ。因果をね押したならば、ちゃんとくっきり映りますよね。ちょうどあの印鑑で押したようにくっきりするような理解ね。印鑑を押して保つね、いわゆる揺るぎないね、揺るぎない確信みたいなもんですね。まず深く理解できた状態、なるほどそうだったのかみたいな感じですよね。だからこれね、結構ね、下脱直前の悟りの直前の理解という感じ。この言葉自体がね、
この悟り開く直前に使う言葉なんです。正下と言ったらね、悟り開くちょっと前の状態をね、正下という言葉で表す教とか論があるんです。だからこの下はね、これ下脱の下でもあるんです。下脱の下、ね、悟りを仏教で下脱と言いますよね。下脱の下という意味もありますからね。ただ悟り直前の状態、ただ必ず人はね、皆さんが幸せになるまで正下を通って、その後信心欠如、正下を通って悟りが未来であります。ここを通らずに突然悟りはないです。まず仏教の深い理解というものが必ずあるはずですね。だからこれでほぼね、もう苦しみはほとんどなくなります。悟り直前の理解みたいな感じでね、優れた理解、優れた下脱みたいな意味合いでね、まあ、実際これ悟ってないけども、 悟りに近い状態を正下と言います。これをね、翻訳では信下と言うので、信下、信心のことを信下と言うとするんですね。信心の信で下と書いてね、こんな翻訳もあります。信下、同じような意味ですね。信心の信に下脱の下でね、もう悟り開く直前の状態のような意味合いがしますね。浄土真宗の方ならばね、こんな言葉知ってますかね。高大正下者、有名な正真下寺ね、親鸞聖人が仏言高大正下者善人名を踏んだりけというね、正真下がございますけどね、これはね、信心欠如した人、阿弥陀仏に救われた人をね、仏はね、これ大無量寿経の訳本にあるんですけども、皆さん救われたらね、仏様がね、あなたはね、高大正下者だと褒められてね、あなたは踏んだりけと言って、めったに咲かない蓮の花、めったに咲かない白い蓮の花という言い方があってね、あなたはすごい人だね、よく頑張りましたね、仏様からね、パチパチパチッと褒められる言葉が高大正下者なんです。あなたはね、一切経をね、読み破った人やと、あなたは膨大な仏教のお経をね、広くね、大きく学んだ方であり、あなたは優れた理解をした、ね、一切経あなたを読み破ったんですねと、本質がわかるから、実際読めなくてもね、悟った人はね、一切経を読んだと同じ、膨大な難しいお経をね、読んだに匹敵する状態が悟りなんですね。第一段階の信心欠如、そういう人をお釈迦様は仏言高大正下者、仏は救われたあなたに対して高大広い大きな仏教の教えが全部わかった、ね、優れた理解をした人であるとね、褒められた。正下でこれね、仏教の深い理解ですからね、まあ、これは悟りで使ってますけどもね、もちろん悟りでも OK です。でも悟り使ってなくて、悟り開かなくても、これ使える言葉が正下でございます。ただ正下するほど、幸せに近づいていく。で、まあ、これを上田さん流で説明するならばね、皆さんならば例えばね、仏教といったら欲を離れなさいと教えかもしれんけど、そうじゃないと。上田さんならばね、これをね、まず好きなことあったらやりなさいと、諸行の境だからね、皆さんが例えば何かね、このシャバ世界で年取ってもね、なかなかやっぱり楽しいことがあるかもしれない、あるならばやってごらんなさいと。で、私もやりました。私は前ならばね、USJ 行ってジェットコースターを乗りたかったね、いい年してね、もうほんな50ぐらいのね、おっさんがね、4回来ましたね。ちょうど1年間分のね、パスポートをある人からもらいまして、毎日乗ってもお金かかりませんからね、それで家から30分で行けますから、家と尼崎の家なんですけどね、ほんで夕方頃行ったらちょうどね、簡単にジェットコースター乗れるんですわ。もう並ばなくてもいい、昼やったら大変ですけど、ただそれをね、毎日のようにね、もう 4,5 回乗ってね、1日 2,3 回乗りますよそんなのもう4回ぐらい行ったらもうね、十分満足しましてね、これがジェットコースターの楽しみかということでね、もう正下したんで、もう行かなくても大丈夫だと、こういうふうになりましたね。だから、でもこれやらん限りね、やっぱりどうしてもね、乗りたい乗りたい気持ちがやっぱり私はありましたからね。ただそういうのもされてもいいと思いますよね。あともっと言うなら、私ならばね、DVD 見たかった、昔ブルース・リーのね、いろんな映画まだあったんですよね、見たかったということでね、今では簡単に借りれますけどね、 DVD ね、しっかり借りてじっくり見て、もうね、一通り見たらね、あ、こんなもんかということで、正下したらもうね、
まあ、見たら面白いけども見なくても大丈夫だと。いわゆる生下したらね、執着がなくなりますから、見てもよし見なくてもよしとなって、とらわれがなくなってね、すっきりするようになります。本質が分かったらね、とらわれが消えます。だから皆さんでももしね、年を召されてもね、これがしたいのがあったらね、自分の頃に正直になってね、真面目にね、味わって見られたりね、されたらいいと思います。ただね、本質が分かります。仏法聞いてますからね、どういうものかを十分味わったらね、もうね、またやりたいというのが起きないんですね。じっくり味わったらね、もうそれでスーッと楽になりますから。ただこういうのでいいと思いますよね。仏教は無理やりね、欲を我慢するんじゃなくて、あなたがもしやりたいことがあったらね、やりたいこと結構です。欲を起こしてね、生下したらもうこのね、欲は消えていきますから。あとはこのね、こっちからこっちになっていきます。本当の幸せは仏法しかないからね、こっちがどんどん減っていってね、これをどんどん生下していったら、ね、良い方向にね、現状へが進んでいってね、悟りへとね、幸せな方向へと進みますから。だから結構本当の仏教は楽しいんですよね。絶対我慢させませんから、やりたいければやってもいいですよと。生下さえしたら問題ありませんから、こういうふうにね、教えるのは私はいいなと思いましたね。だからもう我慢せずにね、どん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 生下していって、やっぱり最後は仏法しかないと、ね、実際経験し尽くしてですね、やっぱり仏法しかないというになって、本当に幸せな道ね、誰でも進める道というか、ね、そういう道がこういう教えにも私は入っている感じがいたします。で、生下といったら、ね、正しい理解ね、もう揺るぎない対象に対して優れた理解をする。印鑑をね、頃に記したように、もうね、間違いないと。深く理解をしたならばね、印鑑すべからざる、ね、人からね、突っ込みられてもね、引いたり転んだりしない。もう隠しみたいありますから、自分でね、ある程度もう分かりましたいうね、ことだからね、人から何か言われてもね、ぐらつかない、ね、そういう信念みたいなもの、ね、これガーじゃなくてね、信念ですよね。無理やりガーは我慢してますけど、この口だけですけどね、心から分かってますから、ね、そんなにぐらついたり揺るぎない、ね、確信としてね、一つ一つ理解が深まっていく。だからね、欲しているものに対して勝利していけば、だん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 貪欲も減っていくと、こういうふうに言えると思います。でこれ自体は全部両方ありますからね、悪い生下といい生下があります。悪い生下は消滅ね、いいものは生下と、こういうふうにね、思われたらいいと思います。次、念、ね、これ念はですね、今の頃と書いて、念。まず対象は造寿の境と、これ造寿と言いますね。かつて習ったと書きます。これ造はこれかつて、祖年の僧ですけどね、意味はかつてということですね。昔、過去、皆さんが過去ですね、主はこれ習慣の主で、経験したこと、かつて経験したものに対して、あるいは仏教を学んだこともそうですけどね、昔あったこと、昔あった、ね、かつて経験したものに対して今の心を持つ、過去経験したことに、それを対象にして妙気不毛が本質、ね、過去に経験したものに対して明らかに手帳に記したように忘れない状態を念と言います、ね、ずーっとね、思い続ける心を念と言います。だから仏教を聞いたならばね、聞いたことをずーっとね、心にある状態、過去の経験したことをずーっとね、念じ続ける、ね、思い続ける、まさに今の頃ですね、ずっと今実況中継、ずっと今の状態ね、過去に経験したことをですね、良いもの悪いもの両方ありますけども、良い方向に、少年もしくは念仏の方向で念を起こしていけば、皆さんは幸せになります。ずっと良いものに対してできればね、明らかに手帳に記したように忘れない状態を保っていく、これを念と言いますね。妙気して不毛ならざるをもって、ね、妙気不毛が、念の本質であると、第一義、一番目の意味でございます。そして具体的な働き業、第二義はですね、情の拠り所とするをもって業となす。この念があるから次ね、情が生まれる。
これは絵はこれ原因ね。皆さんが情ができるね原因は念なんですね。だから念と情はこれね切り離せません、ね、2つは切り離せない。こっちが先でこっちは後なんです。まず今に集中するね、今に心を集中してそれがずっと続く状態が次情なんですね。まあどっちも集中力なんだけどね、まずこっちが最初にあるんです。かつて経験したものを明らかに、ね、手帳に記したり忘れない状態、これが念の意味、ね、です。これがあるから次のね情というねまた素晴らしい心、これの原因となるのが念であるとこう教えるんですね。でこの念ではね2つ意味がありますからね。先ほど言ったように良い念と悪い念がある。良い念は、ね、念仏もしくは少年ね、一番皆さんでいいのは念仏です。仏様の徳を思う、ずっとねこれだけでね恐怖が消えます、心が成長できます、ね、口で唱えるということも悪くありませんけどね、一番正しい本来念仏は思い続ける仏様の徳をね、仏徳を思うのが本来の念仏です。仏徳、仏の徳を思うことによってあなたの恐怖とかね、あなたの目指すべき方向性が定まります、ね、仏になりたいという方向が一番いいですけどね。よく生涯正しい方向に念をずっと持ち続ける、ね、正しい方向に念を持つことによってそれが症状になって正しい知恵が生まれる。これ因果になっています。一応これ一応ね因果と言いますけど、ね、ここからはっきりね因果になっています。少年は必ず症状になり、念仏は必ずね、この情というね、悟りを開くね土台ベースをね生み出しますから。だからね邪念がまずいですよね。よこしまなものに対して思うことは良くないですよね。あれ悪念もしくは邪念ね、悪いことを思い続ける悪念と言いますね。それで、ね、善念もあります。善念、良い念を起こす悪念、正しい念、よこしまな念ね、これ念自体に善悪はございません。それをね、これを聞いた皆さんは正しい念を起こしていく。これやっぱり仏法を聞かないと起こせませんからね。だから仏法をこまめに聴聞して正しい念が起こせるようにね、邪念は起こさないように努めていく、意識して念仏を実践していく、仏を念ずる、それを実践していかれたら、ね、念が変わるから、ね、思てるものが変わっていくから、ね、業も変わっていって人生観も変わっていきます。で幸せな人生へと、ね、だんだん変わっていきます。まあこの念は両方ありますからね。これを聞いた皆さんは邪念が起きないように、悪念が起きないようにね、やっぱり少年もしくは善念、ね、良い念、正しい念、これを ね意識して、まあ、業になるまでね意識してこれを起こしていくのが皆さんの幸せな道でございます。でこの念が必ず 100% で情になりますから、だから情はこれ心が定まるね、これ仏教で禅情と言いますけどね、禅情、六度満行の5番目ね、六波羅蜜の5番目に禅情というのがありますよね。これはね心の成長のもきりんですね。禅情、意味はね、禅はこれ沈める、禅宗の禅ね、情は定まる、心をね正しい方向に、定めることを禅情と言います。ということをどうしようか言ったらね、こっちはね我が身を忘れてる状態、同じ集中力でも違うんですが、邪情はこれ問いうこと同じなんですよね。邪情はね、あこっちですよね、邪情ね、これはね集中力はあってもね悪い集中力だからね、自分が見えない、我が身を忘れてる状態。少女はね自分が見えてる状態、24時間ずっと自分をね見つめてる状態が正しい情です。こっちはね、例えば皆さん問力にね集中したらね我が身を完全に忘れてます。これが問力。ジャジョはこれね間違った方向に心を定めたらね自分が見えない状態なんです。正しい情は自分が見えてる状態が症状なんです。だから少年の人に症状が生まれる、少年場と言いますね、今が少年場ね、今を大事に今の心を大切にするね、
今正しい方向に心を向けることによって、それが正しい集中力となって、ずっと今の自分が見えている状態に持っていくんですね。これを禅定と言います。そうすると心がね、穏やかになる、物事がね、正しく見えるようになるんです。あの濁った水がね、濁りがなくなって、あるがままに無色透明のね、あるがままの心、いわゆる煩悩のね、曇りがね、一時的にね、汚れがなくなって、心を今に集中させると、煩悩の濁りがね、収まって、あるがままに物事が見える状態になります。この状態を保って、その先にね、知恵によって真理を発見するんです。この悟りを開く方法はですね、仏教ではね、あの止観と言いましてね、あの止観、これがあの仏教 の, あの本道なんですね。悟りはこの止観によって悟りを開く、止めるという漢字に観察の観、これが悟りを開く王道ね。これをヨーガと言いまして、ヨーガと言ったらね、止観のことを言います。意味は心を一つに集中して、これ死といったら、これ禅定のこと、これをね、死と言いますね。これ死瞑想と言いますね。心を一つに集中させる死瞑想、まあこれ妨げ瞑想とも言いますけどね、心を一つに集中する状態がこれね、死瞑想でございますね。で、心が静まって、それあとね、観察することによって悟り開くんです。これ心がね、乱れとったらね、悟り開けないんです。まあ、心がね、穏やかな状態を続けていく、全部自分の心がね、見える状態に持っていくんです。そういう人に悟りがあるんですよね。だから浄土真宗ではね、やっぱりこういう門法を勧めます。真剣な門法ということはね、これを実践しているとも言えるんです、ね、今に集中してね、心をね、定めて正常に持っていって、少年ね、少年正常に持っていったら正しい知恵が生まれる。今に心を集中させて、心をね、穏やかな状態、ね、正しい方向に心を定めて、物事がね、客観視できる状態まで持っていく。それがこの文法によって、長文はね、そういう真理の言葉がいっぱい出てきますし、皆さんの心を見つめれるような話に持っていきますからね。その長文によって過去のね、あの救われた人がね、やっぱり長文字が一番多いんです、救われた人は、ね、真剣な長文によって救われる理由はね、これを実践するからです。心を今に集中させて観察する、これ初回ね、観察する、その観察によって、ね、悟りを開くんです。だから、あの長文というのはですね、この止観の実践と私は同じ風だとも言えますよね。長文イコール止観とも言えるんです。真剣な文法によってね、心を一つに集中させ、そして物事を客観視するね、欲目とか都合をね、離れさせる働きが長文にございますから、自分に見せつける、ね、巧妙によってね、自分の姿を照らし出す働きが長文にございますからね。だから長文とこの止観はね、同じと捉えたのが浄土真宗なんです。一般はこれなんですよ、六度万行の、ね、禅定と知恵、これが、一般の仏教ね。でも浄土真宗は特に長文を大事にするのは、この5番目と6番目が一応入っているような感じがします。心瞑想、観瞑想といってね、心を一つに集中させるね、正常実践させる、そして正へで観察によって悟りを開くと、こういう流れになっております。これね、皆さんどちらでも働く心をね、これを正しい方向にこの心を働かせたら悟りが開けるんです。これを悪の方向に使ったらね、地獄になってしまいます。念は少年の方にね、邪念悪念をやめて、ね、念仏少年に持っていく、これ方向性で考えるね。そしてね、これは念によって情の原因になりますから、正しい念を起こしたら正しい情を起こすことができる。じゃあね、この次情についてね、これは心が定まった状態ですけども、対象は何かと言ったらね、所感が対象なんです。観察するところ、当然これ真理を観察するんです。心を定める目的はね、真理、例えば諸行無常とかね、諸法無我とか、一切皆空、人生は苦なる、ね、そういう真理をね、見ようとしていくんです。その働きが情と縁なんですね。
こっちはもう完全に仏法というか悟り開く方向性でこれ語られてますね。これない人はもうこれはないと言えるんですけどね。でも心を集中する働きを情と言います。まず観察するところね、この観察ね、一応悟りはね、この観察によって悟り開くんです。これ実は仏教の言葉ね、観察という言葉、私小さい頃ね観察日記をつけてましたけどね、あの観察は元は仏語です。本当の観察は悟りを開くための方法を観察と言います。これは観ずるところですからね、対象ね、観察する対象を所観と言います。これは情も絵も同じね、共にね、これ思と観ですから、共にね悟り開く方向で、この2つが揃って悟りなんです。こう2つは分けられない、2つ揃ってこの2つがしっかりできてね、悟りが開ける。こっちが思、こっちが観ですね。情の意味ですけども、これはね、所感の境に対して起こすのがこの情でありますけども、本質は専修不散、専修不散、意味は心をもっぱらに、心を一つの集中するところに心をもっぱらに注いで、心を一つに注いで、そして不散、散らさない、ね、心をね一つのところにね集中して、心をねあっち行ったりこっち行ったりさせない、一つにずっとね心を定めることが大事ですよと。これが師匠本質でございます。でこれができたら、これがまずこれが本質ね。第2義、次第2義、いわゆる具体的な働きはね、これが次のね知恵の拠り所、知恵ね、これは物事を明らかに知る。この字も一応ね仏教で知ると読むんですね。知る、識も知るですね。違いはこっちはね太陽が入ってますよね。同じ知るだけどね、太陽の知るなんです。つまり太陽を知恵に例えてね、あるがままにあなたを見せる、あるがままに世界を照らし出す働きが知恵なんですね。知恵の知です。物事を客観し、ね、欲目や都合をねぶち破って、あるがままに物事を見せる働き、これが知恵ですね。知恵が生み出される原因は情なんです。だからね、やはり心をね集中させることは大事。だから普段の日常生活でもね、真面目にね掃除でもね、本当に心を込めてやるとかね、ね、この雑務ってありますよね、食器洗いとか、そんなのいやいやじゃなくてね、心を込めてやることによって、それが修行にもなります。今を大事にする、ね、本当雑務っていっぱいありますけどね、そういうのもね真面目にね心を込めてやることによって、この訓練ができます。それでね、ひょっとしたら悟りが開けるかもわからない。こうなるんですよ。お釈迦様お弟子に ね、いつもこれ観察してるからね。例えばね、水が流れてるね、この水がね流れて泡を見ただけでね悟り開くとか、あるいはろうそくの火がねパッと消えた瞬間にね悟り開くとか、そんないっぱいあるんですわ。いろんな現象をねじーっとね観察することによって、この観察によってね諸行無常が分かったり、諸法無我が分かったりすることがあるとお経にあります。日頃からやっぱりね心を穏やかにして、この観察する習慣、この延長線上に実はね悟りがあるんです。いつも自分を見ていく、いつも心をねできるだけ穏やかにするね。でこの心の濁りをね減らして、欲を貪欲を減らして、物事が客観的に見れるような心に持っていくのが念情なんです。これができると次ね知恵が生まれる。心をもっぱらに注いで、そして散らさないようにするのが本質で、この情を実践していかれたら、皆さんはやがて知恵を生み出す原因ね、ではこれ原因、よりどころ、知恵の原因となるのが情でございます。これほっといたらね邪情、もうくだらんものに集中しますけど、正しい方向に、一番は長文とかね仏法が一番いいと思いますね。正しい方向に心を定めることによって、皆さんの心が成長して知恵が生み出されます。でこの知恵で悟りを開きますから。で最後の A ですね、これはこれも所感の境、観察の対象ね。これはね
いい知恵と悪い知恵があります。善意はこれね、いわゆる主観の交えない都合や欲目がなくなった物事をあるがままに判断する働きね。まず意味を聞いてみると、賢弱をもって小となし、談義をもって豪とすると、こうおっしゃってます。まずこの意の意味ですけどね、これは賢は選び捨てる、これ簡単な単語はこれね、選ぶけどね捨てることを言います。この択はこれね、選択の択はね、弱、これ選び取るなんです。例えば簡単ね、簡単と言ったらね、一つに選び捨てて一つにすることを簡単と言います。なんか簡単と言いますよね。単は選び捨てて一つにするのが簡単、もっとある簡易保険ね、あれは簡易ね、選び捨てて分かりやすいね、これ簡易保険と言いますよね。簡はこれね、選び捨てるという意味です。弱はこれ選び取る、ね、だからね、捨てて取るという意味ですね。これに善悪があるんです。この絵がね、意味、これ絵自体がこれこういう意味ね、賢弱ね、悪いのと良いのがある。こっちはね、画集が入ってない状態、画が入っておらずにね、物事を客観的に見てね、これは悪いからやめてくださいとかね。でも悪い方はね、画があるから、ね、自分中心の考え方でね、選んだり捨てたりするからね、間違った選択をします。悪い方はね、画集が思いっきりあった状態で選び捨てますからね、善を捨てたりね、悪を取ったりすることがある。これは画集がある状態が悪へ、画集がない状態が善意なんです。だから常にね、仏法という物差しをベースにして、悪いものは選び捨て、良いものは選び取るようにされたらいいと思います。これが絵の本質ね。そして具体的な働きは、疑いを断ずるをもって豪となります。これこっちは当然ね、先に言いましたように、こっちはもう善の方向で語ってますから、これ悪はないですよ。この義は、豪は完全にこれはね、善の方向で有識では語ってます。知恵があったらね、どんどんね、疑いがなくなっていきます、ね、仏法に対する疑いがね、減っていきます。どんどんね、不信感、仏法の疑いが断じてね、どんどん真理が見えてくる。知恵を学んでいけば、仏法を聴聞したりね、聞いたり、聞思思といって聞く、考える思慮、そして修行を実践する。知恵が育っていくと、どんどん疑いが晴れてね、正しいものを選び取り、間違ったものを選び捨てていく、そういうふうにだんだん皆さんは変わっていきます。で、この別教の信条ですけどね、これは普通意識が働くんだけどもね、マナ式はこれだけ働きます。マナ式はね、働かないんです。最初4つはね、マナ式はこれ働かないんです。マナ式働くのはこれだけ。悪へ、ね、我があるからね、この我でね、自己中でね、自分の都合のいいものを取って、都合のあるものを選び捨てていく。悪へといつも働いているのがマナ式なんです。だからこれ気をつければならない。無意識レベルでも皆さんね、自分の都合で善悪を判断して、自分の都合で選び捨てたり選び取ったりすることがありますからね、これ皆さん気をつけてください、ね、俺は正しいというね、画集をベースにして私たちね、間違った判断することがありますから。でも皆さんがね、悟り開いたらね、勉強するよ、これ全部ね、働きます。マナ式も働きます。荒屋式も働いているとありますよね。悟ったらね、マナ式も荒屋式も、ね、活性化してね、働かなかったマナ式荒屋式がね、これが全部善の方向で働くそうです。皆さん悟り開いたらね、別居の信条、これがね、善善善善とね、良い方向に欲を起こし、正しい理解が深まって、少年念仏ができて、症状ができてね、生へ、もしくは生善意で、もしくは生知ね、同じね、知も絵も同じね、正しい知恵が生まれてくるからね、マナ式も活性化して、荒屋式も活性化してね、大きくね、人格も仏の人格へと変わっていくと。今ボムの場合はね、別居の真珠はね、まあ意識だけですよ。意識 A だけは唯一ね、マナ式が働きますけど。
まあ、いうことで、ここで、知ってもらえたらと思いますね。今皆さんはね、5つも持ってますけども、皆さんの気持ち一つでどちらでも選べますからね。善悪ありますけども、ほっといたら悪の方向へね、良くならば貪欲、消極ならば悪いことを企んだり、悪いことの理解が深まる、悪いことばっかり念じたり、悪いことに集中して、ね、自分の都合で、側でね、自分の都合で選び取ったりすることがあるから、こいつは地獄に行きます。そうならないようにね、これをしっかり学んで、正しい方向に、この業のはね、これは全部良い善の方向でこれ語ってますからね、これを正しい方向に進んでいったら、これをね、起こしていけば、あなたは仏になれる、あなたは、ね、幸せな身になれますよということを別教の信条で、教えております。